アグリナオンライン、えー、ボアスコンプラスで使用する商品動画の編集方法について説明します。えー、掲載される動画というのはこんな感じです。これ、編集後の動画です。はい、こんな感じで何個の動画かを組み合わせて、まあ、20秒、30秒ぐらいの動画にしてますで。大体の流れがこのスライドにある通りで、えー、撮影をしてるんだけど、 えとこれがまず、撮影する枚数。基本的には上下の組み合わせで撮影をして、上が4つの動画、下で3つの動画。上下だけの動画というのはなしで、この動画を組み合わせて、こんな風なえと編集をしています。上で4つを撮影してるんだけど、 この1、2、3、4で5番目は1番目を複製しているでこの上で使っている1番目と5番目の動画を下の1番目と5番目で使うで上下の場合はえとこの上で撮った1番目のやつが先頭と最後に来て上の詳細3枚下の詳細3枚で合計18個の動画をくっつけているというイメージになりますではえとアルファスタジオ入って説明をします パソコン立ち上げて、このオービットビューステーション開いて、はい、開きます。こんな画面になるので、まあ、編集する動画を開きます。では、この上下取ったやつ開きます。え一番目が、あ、えっと、これはちょっとイレギュラーなケースか。えっと、上下。 これからいきます。これが全体。で、上の3枚、下の3枚ってなってます。これを編集します。まず、えっ、ー、と、それぞれの動画を適切な位置でこうクリッピング、ここをこう調整して。えっ、ー、と、大体、先頭はだいたい基本的にどの動画もね、先頭からいきなり使い出しちゃって、大体大丈夫。大体いいだけど。はい、えっ、ー、と、 この今1秒ってなってるのは動画に出力されると2倍になります。2秒になるので、えー、と1つの動画でまあ20秒ぐらいを目安にするとなると、えー、これ見てもらえば、これ動画を5個使ってることになるので、1つの動画が2秒だと合計10秒、3秒だと合計15秒、4秒だと合計20秒ぐらいっていう感じになるので、まあ、1つだいたい え2、3秒ぐらいを目安にやってもらえばいいかなという感じでなので1つモーション止まったあたりとかこのあたりとかで止めるとちょうどいいかなとこっからじゃあスタートしてここまでで2番目いきます2番目の動画はフードをかぶるアクションなので ードを被ったあたありで、ピタッとを止めるで今3秒なんで、ちょっと先頭を短くしようかと。ファスナー開けるアクションも必要なんで、こんな風にします。えっ、ー、と、今ちなみにこれオ、えー、とアルファスタジオのパソコンに、えー、とチームビューアーで接続してるんで、ちょっと動画カクカクしてしまって見づらいけど、 えー、やり方は任せるんだけど直接あのパソコンで編集してしまった方が早いかもしれないし、えー、自分のやりやすいキーボードマウスパソコンデスクでやりたい場合はチームビューアでつなげてしまえば編集は可能です。 はい、ここ4つ目まで終わって今度はパンツの3個いきますはいこんな感じですね全部。 今、えー、と7個それぞれクリッピングしました。で、最初にやる、この通りにやると効率よくできるんで、ちょっとやってみて。まずは、先頭の動画を複製する。ここの、えー、と複製ボタン。複製します。で、5番目に持っていく。これで、1、2、3、4、5のセットになる。で、5番目の動画は、後ろに持っていく。着地点を前向いて、こう、一旦ポーズが止まるところ。 にするこの辺りかなで、えー、と背景背景というか後ろが少し見える辺りからこの辺りでストップはいこんなもんではいこれで今5個の セットがで、きたことになるので,で今度はこの1番目と5番目を複製。複製したのは、えっ、ー、と今ハイライトがあるところにあるこの1と6にできてるんで、このボタンを押します。最後に移動、ピョンと飛ばして、で、この先頭の動画をここに持ってくる。パンツの前。 そうするとこれで、えー、と今さっきのスライドで言うところのここまでできましたここまでこれかなで次この8枚っていうのはもう全部複製なんで一気に複製します1順番これ注意1234ここまで四4で次は 56飛ばして78910を複製します56飛ばしで複製してこれを最後にボンと飛ばすこれで18枚揃ったことになるのでこれでもうあとは出力勝手にやってくるんでこれで編集は以上ですでちょっとイレギュラーケースがあるんだけど例えばこういう、えー、と上だけのものとかの時は え違うのを開いてしまったんだけど上だけのものの時えっとジュニアで撮影をしたんでちょっとじゃあ例を見せるとこの AJ0130 これは1234まで取って5は複製ですなのでこれ1番目を複製して5番目に持っていってこの トリミング、クリッピングっていうのかなする位置を変更したというだけです。5個あればこれで OK。書き出しは OK。で、一括書き出しをすると、どうしても2番目パンツ、3番目上下セットの動画が書き出されないので、こういうエラーマーク出ちゃうんだけど、そこは気にしないで OK です。はい。では動画の編集はここまでで、あと出力の作業っていうのがあるんだけど、まあこれは後から何とでもできちゃうんだけど、一応説明します。 編集が全部できたとしたら、今こういうふうに、えっ、ー、と、一番先頭をクリックして、シフトを押しながら、書き出したやつを一括確認して、一括で選択して、出力として、えー、その後、商品スロー動画1、2、3っていうのがあります。ここに。この3つをチェックして、出力ってやるけです。で、こう余分なのついたら、これチェック外すようにしてください。 で、これを出力すると、えっ、ー、と、今度は L ドライブのアルファスタジオ出力データの Movebeec っていうところに、えっ、ー、と、セッション名ちゃんと付けたので、このフォルダー、ここの中に、品番ごとのデータが書き出されるという感じになります。はい、では以上です。